こうやって失敗しながらも成長できていたりとか、大好きな皆様に出会えてることって命を作ってくれた両親のおかげなんだって、それに気づいたら両親への感謝が溢れてきたんです。感謝とはするものではなく溢れてくるもの。いろんな出会いの中、私はお豆腐の引き売りをしながら講演活動をするようになりました。講演をすればするほど誰よりもお父さんに私の話を聞いてもらいたいって強く思うようになったんです。最初は会社間に合わないからって全然行く気なかったみたいなんですけど、手紙を書いてどうしても伝えたい思いがあるんだって渡してたんですね。するとなんだかだんだん嬉しそうな顔をしてきて、明日だよって言うと無口な父はにっこり笑ってくれました。一番前の席に座ってもらって、私はみんなの前でお父さんは私にとってのスーパーヒーローです、本当に感謝してます、ありがとうって伝えることができました。その後なんかダメ出しばかりされたんですけどきっと多分嬉しかったんだと思います。母も今では一番の理解者で応援してくれています。皆さんもぜひ両親への感謝が溢れてきた時が来たならば、産んでくれてありがとう、育ててくれてありがとうって伝えてみてください。ちょっとこそばゆいけど、より深い絆でつながって本当に幸せな気持ちになること間違いなしです。